They have a different sense of values and works. They just do what they want to do with all my might. A documentary varieties of such a silly uncles. That's a Shiganai channel. Fashion, motorcycles, DIY, creative, art, varieties. They do anything is cool. The Hideaway Box. Naoya. Crazy fireball boy burn everything down. And libraries. Takahiro. Creative machine is brain of Shiganai. American wannabe. Dragon. For fashion, leave to head. Smoothie yakiniku hormone. Jan. He's comedian. For meat and laughters, leave it to him. Four guys tied with hot passion. They bite again today. This is Shiganai Channel. It's show time. Day 1ですね。はい、ストップ。ではまず1コーデ目。ちょっとモーターサイクルっていうのをテーマに1コーデ目は組んでみました。まあ見ての通り、モールスキンのね、生地を使ったセットアップスタイルなので、上からナストイズの、フライトキャップ、ナストイズのモーターサイクルコート、モーターサイクルパンツ。で、スニーカーは名前がよく入ってるバンズのスリッポンになりますね。まあ、ざっくりこんな感じのセットアップのスタイルになります。はい、では行きます。結構ね、これトップスは、腕周りとかもちょっと立体構造になってるんで、動きやすい仕様になってます。フライトキャップね。これも一応耳裏、ボアになってますので、走行中もあったかいです。これで実際ね、東京まで僕ら自走で、バイクとホットロットでこれを着ていったんで、すごい、着やすくてよかったですね。で、襟もね、ちょっと開くとコーデュロイ切り替えになってて、テーラード調のスタイルにもなるような仕様になってます。で、パンツも一応ダブルニーがついてますね。これね、僕らホットロットをみんなで所有してるんですけど、それをちょっと突っ込んでるガレージが大阪にありまして、そこのなにわロードっていう名前のガレージなんですけど、それをちょっとテーマに、モチーフに、ちょっとラッキールリーさんに描いてもらった、ナストイズのロングスリーブ T シャツですね。ぐるっとね。一発目はちょっとモーターサイクルをテーマにしたスタイルでした。はい。はい。じゃあ、デイ2ですね。二日目。はい。じゃあ、ストップ。今回のテーマは、アウトドアっていうのがテーマになりますね。はい。上から行きますと、まず、帽子ですね。こちらが、ザ・ HW ドッグ。紙タグが貼ってある有名なブランドですね。の、キャスケットになります。あとアウターなんですけど、これよく直屋が愛用してるブランドの、ウィアードっていうブランドの何年ダックのフードコートですね。で、ちょっとインナーは後でちらっと出てくると思うんですけど、見えづらいんですが、ナストイズのハイパフォーマンスのスウェットです。ストレッチの効いたとても動きやすいスウェットですね。でパンツが、白のデニムなんですけど、これもウィアードのカスタムズデニムっていうパンツですね。これちょっとね、白に見えるんですけど、結構アイボリーなんで汚れも馴染んでいい感じなんじゃないかと思います。ぐるっとしまってね、このねアウターがね、もともとヴィンテージのベンチコートをモチーフされてるんでね。あ、キャスケットもね、これ、耳当てがついてるんですよ。あったかいっすよ、冬も。ワーニングなんつってね。昔のベンチコートなんで、こういう感じでパチパチパチっと止めれるような感じになってます。ラフな、なおやにはちょっと珍しい感じのスタイルでしたね。すごいいいと思います。はい、さようなら。Day 3。始まりました。はい、ストップ。はい、じゃあこちらのテーマはワークですね。上からいきます。ウィアードのイヤーマフ、ウィアードのね、タンカースのジャケットで、これちょっと見えづらいんですけど、
同じ生地で全て、最後パンツがオーバーオールになってます。これも全部ウィアードですね。今季のすごいナイスセットアップです。はい、じゃあ行ってみます。ね、全貌はなんですよ、裏も。冬もめちゃくちゃ暖かくて、バックはね、はい、ストップ。はい、これもね、バックプリントもすごいでしょう。ビアードズ、サイコフレームス、ホットロットつってね、これあの、V8 のエンジンがちょっとあの、ペンキでペイントされてるっていう。なんでちょっとこれも長年着ていただくとね、バキバキに壊れてくるような感じになるジャケットだと思います。オーバーオールもいいっすよね、すごい。で、これも、フライト系のキャップなので、あったかい言うてますね、名前が。で、これ、耳当て部分にもね、デザインがついてるんですよ。はい。で、これオーバーオールですね。これもね、すごいんですよ。デッキのオーバーオールなんですけど、これね、ヴィンテージ、裏地ボアがついてるんですけど、もうそれほんと同様の素材になってるんで、本当はね、動きづらいんで、こういうのってボア抜くんですけど、めちゃくちゃイカれたことしてますよね。すごい重たいんですけど、最強の保温性を誇るオーバーオールになってます。同じシリーズのデザインですね。サイコフレームスの。はい。インナーはアメリカンワンダビーのロゴ T です。はい。こんな感じで、おしゃれなワークでした。では、4日目。Day 4ですね。はい、ストップ。はい。じゃあ、こちらのテーマは、デートですね。ちょっと、名古屋が外行きの格好をする時ですね。あんまりこうキメキメじゃない感じのおしゃれな感じのスタイリングにしてます。上から行くと、これはグラッドハンドのハットですね。よく名古屋が被ってるやつですね。これもね、めちゃくちゃ問い合わせもらうんですけどね、もうあの店にはとうの昔になくなってて、すいませんっていうばっかりなんですけど、メガネはこれグルーバーのクリアのメガネです。で、コートがですね、これ、ナストイズの、最近リリースしたモンスターコーチジャケットっていうコートなんですけど、審査レートの中綿入りの、もう襟までめちゃくちゃ高めにシャットアウトできる最強のアウターですね。これちょっと僕も名古屋も最近めちゃくちゃ気に入ってよく着てるんですけど、とてもおすすめです。で、パンツはウィアードのチノパン。靴が、これ名古屋が前 YouTube でね、紹介させてもらったんですけど、ビリーズさんで購入したレザーのスケートハイ、バンズですね。はい。じゃあそんな感じで。まあ、濡れ髪ですね、今日もね。このエルボーの切り替えがいいでしょう。裏地もオレンジですから。すごい、審査レートのタグ見ました、これね。すごい、猛烈なオレンジでしょ。はい。じゃあストップ。これね、まあデートっていうことでやっぱりね、外は寒いんですが、中に入った時はね、ちょっと暑いと思うんで、コートを脱いだ時も多少こうキメ感のあるジャケットスタイルになってます。これもウィアードの、スクールのジャケットですね。これ W のサガロワッペンが猛烈に可愛い、オリジナルのウルメルトンのジャケットです。で、インナーにはウィアードのベースボールシャツ着てますね。これ可愛いですよね。こんな感じで来られたら皆さんいいんじゃないですか、女性の皆さん。はい、じゃあ行ってみてください。可愛いですね。あ、これね、ベースボールシャツです。形も可愛いんですよ、これ。まあいいですね、僕は結構好きです、このスタイル。おしゃれ、悪くないですね。はい。はい、デイ5。来ました。はい、ストップ。これね、テーマはオフです。はい、もう完全にオフですね。見るからね。上から説明すると、
これはナストイズのなにわロードのコーチジャケットで、インナーには、ナストイズの、白のスウェットロッダースウェットを着てて、これも下もナストイズのスウェットパンツですねにバンズのスケートハイを合わせてます。スウェット上下なんで結構ラフスタイルです。なにわロードのコーチね、これいいですよね。すごい、なおやスリーブデザインが好きなので好みにも合ってるんじゃないかなと思います。はい、じゃあストップ。これもインナーもナストイズのスウェット、これも前回やったホットロッドショーで発売したばっかりのスウェットですね。大人気です。ゆるいですね、白のスウェットの上下なんてね。はい、とてもいいんじゃないかと思います。休日はこんな感じがいいんじゃないですか。薄手のコーチをガボッと羽織っちゃって、なにわロードスリーブもアピールしますね。はい、これでお休みはぜひ参考になればと思います。デイ6ストップ。これ生きてますね。すいません、はい、これはテーマパーティーです。モロって感じですけどね、はい、色気がムンムンですね。はい、で上から、このコート、ファーのコートが、ギャングスタービルのピンプコートです。ロング丈のねファーのコートで、これね僕らも毎年あのかっこいいって言って買うんですけど、特に名古屋は気に入ってるコートですね。ジャケットが、ザ・スタイリストジャパンの、スーツですね。パンツもスタイリストジャパンです。でインナーのシャツがナストイズのバンドカラーシャツですね。で靴もポストマンを履いてます、フラットハンドの。はい、これもほとんどこのコートの主張がねすごいですね。ファーのコートに全部持っていかれてますね。かっこいいですよね。裏地もこれレオパードになってるんですね。わかりづらいんですけど、脱いだ感じもいいですね。クラシックなスタイルで、あえてこうネクタイをせずバンドカラーで、あー腹立ちますね。はい、ガボッとラフに羽織って生きてます。はい、パーティーでした。はい、それでは、最後、今ちょっと6コーデ見ていただいたので、最後の7コーデ目こちらにちょっとお戻します。で、今日僕らも来てるんですけど、名古屋の、まずこれはちょっとシーン決めてなかったですね。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。